スタジオレインこんばんはお兄さんいい飲みっぷりだねぇねぇ隣いいいいよねお邪魔しまーすお兄さん今日は一人飲みいいよね 自分のペースで、ゆっくりしっとり、飲めるからさ。だけど、け、どたまーに誰かと一緒に、飲みたくなることない今の私がそうなんだけどね。<laughs> だから、ちょっとだけ私に付き合ってよ。 ダメって言われても逃がさない捕まえちゃうもんね逃げられないようにギューってしちゃうんだからギュー <laughs> かわいい反応ほっぺつっついちゃおうかわいいやつめこのこの お意外とプニプニしてるねなんというか硬すぎず柔らかすぎずちょうどいい触り心地 <laughs> これは癖になっちゃいそうあり怒っちゃったごめんねお兄さんが可愛くってついからかっちゃった 許してねねえ。やった。ありがとう。お兄さん。思ってた通り、お兄さんはいい人だね。そんないい人のお兄さんには、ご褒美あげちゃいまーす。てんいそう。 お酒のおかわりお願いします私とお兄さんの分ねんおかわりの注文嫌だったもう飲めないなら私が飲んじゃうけどでもでもお兄さんさまだいけそうだよねもっともっと飲んじゃおうよ 良いではないか良いではないか。ほれほれ。それにしても。<laughs> お兄さん、本当に可愛いいね。お持ち帰りしちゃおっかな。ええー、からかってなんかないよ。本気で、本心で。 お兄さんがかわいいなーって思ってるその証拠に、はーいちょっとお顔を拝借しますようんうんお兄さんかわいい顔してるよあ男の人的にはかわいいはちょっと微妙だったりするのかなそれなら かっこいいに言い換えてあげる。お兄さん、とってもかっこいいよ。そんなに嘘っぽかったかなん本心なんだけどなどうしたら信じてもらえるかしら。あ、わかった。手っ取り早く形にしちゃえばいいんだ。 じゃあ、お兄さんに分からせてあげるためにも、早くお持ち帰りしてあげなくっちゃ。大丈夫だよ。お兄さんには、痛いことも怖いこともしないんだから。<laughs> それじゃあ、行こっか。お会計 ああ大丈夫さっきお兄さんの分も払っといたからさっきっていつかってえっとお兄さんに声をかけるちょっと前くらいかなああお代わり分も含めてお金払ってるから心配しなくていいよ 細かいことは気にしない気にしなーいー。そんなにお金のことが気になるのなんだかお金に焼けちゃおうそんなに気にしてくれるんなら、お姉さんの望み通り、おとなしく、お持ち帰り、されちゃってね。そうと決まれば、 全は急げ。レッツゴー到着 <laughs> 思ってたよりも広いお部屋だね。ベッドも大きいし、二人いっぺんに寝ちゃっても余裕がありそう。ということで。お兄さん、こっちこっち。 どうしたの私と一緒のベッドは嫌嫌じゃないなら一緒に寝ましょうほらほら、遠慮なんてしないで。ね大きいでしょ私とお兄さんが二人で寝ても十分スペースは余るんだから、このまま一緒に寝ようよ。 ね。嫌って言われても、話すつもりはないんだけど。あ、コら、ラ、逃げちゃダメだってば。おとなしく、私の隣でおねんねしましょうよ。逃げようとする悪い子には、 ぎゅーの毛ですよ。ぎゅ<ュ>ー。<laughs> 捕まえちゃった。最初っから素直にしていれば、こんなことしなかったのに。それとも、こういうこと、してほしかったのかな。 お兄さんってば本当に可愛いとってもからかいがいがあるわそれにお兄さんとってもあったかい人肌ってこんなに気持ちいいものだったのね暖かくて大きくて安心する ダメ、限界。眠ふ。おやすみなさい、お兄さん。 に…まだ眠い。はあ、あ、あの、おはようございます。その、ええー、と、お兄さんきょ、今日は、いいお天気ですね。あ、 もう、すみません、ごめんなさい。ず、通報だけはまだ前科待ちにはなりたくないや、しちゃったことがことなので、本当に申し訳ないと思いますが、その、お、お待落ち着きます。 少しだけマシになりました。すみません。ええー、と、では、改めてですね。あの、その、本当に、すみませんでした。ごめんなさい。私にできることなら、何でもしますので、どうかご慈悲を。 お兄さんは昨晩のことは覚えていらっしゃいますかああ、やっぱり夢じゃなかった。ご、ご迷惑おかけしましたご。ごめんなさい。はい、私も覚えてます。いつもの居酒屋で楽しくお酒を飲んでいたことから、 お兄さんと一緒のベッドで寝たことまで全部。お酒の力を借りて、つい、いわゆるですね、その、逆をしてしまったことも、覚えています。な、なんでそんなことをしたのか、ですか。それは、その、えっと、 えっと、お兄さんがかっこいいなぁ、素敵だなぁって思ったからです。ほ、本当は、ちゃんと自分の力でお兄さんにそれとなく近づいて、ゆっくりゆっくり仲良くなる予定だったんです。本当ですただですね、先週くらいだったかなぁ。 お姉さんが綺麗な女の人と一緒に楽しそうにお酒を飲んでいたのが偶然目に入っちゃって。それでこう、せき止めていた何かがなくなったというか、いても立ってもいられなくなったというか、お酒の力をついつい借りてしまったというか、ですね。いえ。 言い訳しても仕方ないですよね。勢いに任せた行動でした。深く反省しています。ごめんなさい。なので、どうか、ゆ、ゆ、許してください。あ、すみません、すみません。これは別にあの、泣き落としとかそういうのではないんです。 しちゃって少し気まずいけどそれでもここのお酒が一番美味しいよお酒美味しい本当に私のバカバカバカどうしてあんなことしちゃったえあれ あ,ったのかなあれってお兄さんだよね。やっぱりお兄さんだど。ど、どうしよう。バレちゃう前にこっそり帰らないと。 などはしてませんはいここのお店お酒が美味しいのでよく来るんですなのでそんな目で見ないでください本当の本当に偶然なんですし信じてくれるんですかよかったですえっとよければ一緒に飲みませんか ここ、おつまみも美味しいのが揃ってるんですけど、一人だと食べきれない量のものが多くて。ご協力してくれませんかよかった。私のおすすめはこれとこれなんですけど、食べられないものとかってありますか大丈夫ですかそれなら注文しましょう。 閉点一杯まで飲んじゃいましたね。<laughs> あ、今日はアルコールをできる限り控えていたので酔ってません。あんなことはもうしません。大丈夫です。そ、そんなことよりも、お兄さんの方こそお時間は大丈夫ですかもうすっかり深夜ですけど、その、電車とか。 電車がちょうど出ていきますねえっともしかしていいものが最後だったりどどうしましょうタクシー呼びますかここからならちょっと大通りに出たらすぐ捕まえられると思うんですけどああのですねお兄さん 今日の私、酔ってないんです。お酒は少し飲みましたけど、シラフなんです。それでですね、えっと。きょ、今日、私に持ち帰られてくれませんかえ、えっと、急に変なことを言ってすみません。ただ、その、えっと。 お兄さんとはゆっくりゆっくりお酒の力を借りずにちゃんと仲良くなりたいんですなのでこれはそのリベンジマッチと言いますかい <laughs> ややっぱり迷惑ですよねすみませんもうこんなこと二度と いえいえ、一生お兄さんのご迷惑にならないように、すぐ消えますので。えあ、あの、手が…これだと離れられない、あの、こ合意ってことでいいんですかは よかった。まさか、タクシーが一台も見つからない上に、他のホテルはほぼ満員。唯一空きがあったここのホテルは、シングルの部屋もツインの部屋も満員で、空いてるのが、この、この部屋だけなんて。でも、他にお部屋もないし、仕方ない。 ですよね。あの、それじゃあ私、お邪魔にならないようにソファーで寝ますので、お兄さんはベッドをどうぞ。お、お兄さんどうしましたかい、い、一緒に一緒に、ベッドで、一緒に 嫌じゃないです。お兄さんと寝るのは嫌じゃないです。本当です。ただ、その、えー、っと、あの、いいんですか私と一緒で。わ、ま、私、何かに抱きついてないと眠れない立ちなので、お兄さんのことを抱き枕にしてしまうと思うんですけど、それでもいいんですか いいんですね。ほんとに。それなら、えっと、お言葉に甘えさせてもらいますね。<laughs> <laughs> あの、お兄さんから誘ってくれて、嬉しいです。私、自分の力でお兄さんと仲良く、 なんて言っておいていざって時にお兄さんに言わせちゃいましたからこんな変な女の誘いに乗ってくれてこうして優しくしてくれて感謝しますありがとうございますお兄さん <laughs> 私たちお互いにまだまだ知らないことばかりですけどこれから少しずつ いろんなことを知っていけたらなって思うんです。だってほら、なんだかんだで自己紹介もしてないじゃないですか。<laughs> ちょっぴり変わったスタートになってしまいましたけど、これからはガンガンアピールしていきますので、覚悟しててくださいね。 なので、これはアピールその一のギューです。ふわふわに包み込める自信はあるんですけど、お気に召しましたか酔っているのか、ですっていえ、お酒には酔ってないはずです。迷いはしちゃったかも。 知りませんけどね。<laughs> 自分がこんな大胆になれたなんて今まで知りませんでした。<laughs> お兄さんのおかげで知らなかったことを知ってしまいました。ね、お兄さん。